あれは…ああ…今宵の月のよく冴えたことよ。下がっていろ。こやつ、エレだ。ヒラに容赦あれ。拙者は柳生宗則、今は神理の影奉仕にして主なき剣士が一である。柳生宗則、家光公を支えし叶えの一脚、剣術無双の江戸柳生、柳生田島の神宗則、貴殿が。いかにもその柳生宗則である。たやすく神明を明かすものだ柳生よ。無論もとよりそちらと相争う気は毛頭ない。なるほど、などと言うとでも思うのか。先の剣撃は何だ。剣の切っ先までみっしり殺意で詰まっていたぞ。剣は剣、一度抜かばかようなものであろう。とはいえ抜いたのは我が不徳よ。この若き霊気がそうさせるのか。まさに未熟とはこのこと。愛すまぬ。うむ、そうか。なんだか、なんだろう、やりにくいというか、堂々としつつもどこか軽やかで捕まえられぬ感じは。私は苦手だ、イオリ。はてさて、警戒を解いてはもらえぬか。宗則殿、いくつか貴殿に尋ねたい。いかようにも。かたじけない。では貴殿はいつ当世に限界した。貴殿は何故今宵の上野を訪れた。限界果たしたは幾日か前のこと。ここ上野にて目覚め、今宵は忍ばずの池を眺めていた。しじまをたたえる忍ばずの池は良いものだ。そうか。ではあと一つ。今宵剣を向けた相手は俺たちのみか。しかり、なぜそれを聞く。それは九段の辻斬りではないかと伊織は疑っているのだ。そうだな、伊織。ちなみに私も疑っているぞ。セイバー。ほう、辻斬り。無論その疑いにはいなと答えよう。それで貴殿らはどうする。
拙者の言を信じるか、ないし信じず切りかかるか、どちらでも構わぬ。さあ選ぶとよい。選ぶとはいささか異なるが、はぐれのセイバー柳生田島守宗則殿、折り入って頼みたい。しばしの間俺たちと歩んではもらえまいか。な、何？伊織？ほうほう、なるほど、面白い。マイル、その雅の様たるや、世に咲き散る桜花が如し、桜花、夜桜。